やり方はわかるでしょ。はいはい、うん、持って入れるでしょ。でこれも基本的にはここに粉入れてやるんだけど、あの髪の匂いが出るって言って嫌な人がいる、はいはい、だからそういう髪の匂いが気になる人は一回ここに濡らしてあげるんだよね。ああ、うちは今こうやってやってるんだけど、ああ、なるほど、うん、でこれはやり方一つじゃない、そこそこみんなが自分が持ってるやり方ってあるから。水の温度は、水の温度はね、だいたい私の考えはあの80度から85度ぐらい、あ、少し落とす、一回沸いたものを落とす。あ、そうですね、100度までいったものを基本的には落とすってことね。だからお湯の温度を落とすために一回こうやってやるわけ、うん、そうするとこっちが温まってくれて、はい、お湯の温度が少し下がってくれる。あ、そうですね、うん、これは今 30g、 うちは今1回 30g 基本でここではやってるから、あ、 30g ってのはさっきの3倍分ね。あ、3倍分で、あ、 240cc 入れる。これもお店によって人によっていろいろだ。あとは基本的に1人分に240cc ですか。2人分で。あ、2人分でですか。うん、30g で240っていうのが今うちの基本。あ、でも少し濃い、みんな濃いっていう。あ、うん、で最初はチンにできたら、これぐらい。膨らんでくるでしょ。おー、そうですね、うん、30秒ぐらい待って、待っていて、うん、30秒、まあ大体時間で言えば30秒ぐらいっていうのが一つと、あとは大体膨らんでくるのが終わるまで。あー、そうですね、うん、이게딱올라와가지고꺼지면이게、で下から落ちてこないでしょ。あー、そうですね、うん、で本当はだからギリギリ落ちてこなかったり、こうやってポタポタってこれギリギリ落ちてくるでしょ。はい、でこれが一番いいパターンで、あー、今ここで落ちてきたやつっていうのはゆっくり粉で中で味を拾ったものがボトッと落ちてくるわけ、はいはい、だからこの時のコーヒーの香りがめちゃくちゃいい。ああ、そうです、うん、だからここでこういう風になった時のコーヒーっていうのは結構美味しいんだよ。ああ、요중간으로만이렇게살아요。でもそうじゃないお店もたくさんあるよ。行ってみたら多分分かるけど。あ、そうですか。あの端っこまでバーって入れるお店もいっぱいあって。はい。すごいな。あとはゆっくりゆっくり一回で全部取る人もいるし、はい、あの一回こうやって止めながら何回に分ける。あ、それはもうやりながら自分。マスターはどんなスタイルですか。私はもうその時その時だ。あんまり考えない。で時々、あ、こっちの方いいかななんてやってみたりとかするんだけど、ただ基本的に今は一回ではいかない、あのこのペーパーの時はね。ああ、そうですね。でみんな言うんだけど、知らない人もみんな言うんだけど、見たいっていう人はここに粉があるのがもったいないってみんな思うわけだけど、さっき言った通りもうこっちの方はもうすぐ壁だから。あ、である程度はこういうふうにやってても
あの例えば外の粉が乾燥してたら、はい、水って基本的には下に落ちるけど、はい、こっちに乾燥してる粉があったら乾燥してるところに水って行くんだよね。あ、うん、だから全く行かないわけじゃないから端っこの方に、うん、乾燥した粉っていうのは水を吸おうとするから。でこれ 30g でしょ、はい、だからこれだっていろいろで今さあ 30g で 240cc だから1杯 120cc、 これはうちのスタイルだけど 30g で300取る場合もあるし、はい、逆に 30g で360取るところもあるし、はい、これはもう何がいい悪いじゃないんだよ。私が好きだから私はそういうふうにするだけで、うん、だ基本がだから一応線として10g で1人前っていう考え方をしとけばいい、はい、私はコーヒーの会社にいたでしょ、はい、そしたら300ぐらいお店があってそこにコーヒーを5つぐらいあるブレンドをその300のお店に売るわけ、うん、会社のコーヒーね、あーみんな同じようにやってるわけじゃないわけよ。同じ豆を売ってもお店でみんな違う、はいはい、うん、これで OK で最後はあのまだこうやって残ってるうちに取ること。こっちでだから例えばあのこういうビーカーでもいいんだけど自分がどれだけ何 cc 取るとか、これだったら今これ2のメモリがあるでしょ、はい、これはあのだいたいメリタとかのカリタとかは1のメモリが120ぐらいなんだよね。120cc、うん、だから2で200、ただ最後はだからみんなここで全部終わってからもったいないと思って、はい、全部終わってから外すのはダメ。あ、結局最後の方は悪い味が出ちゃう。ああ、そうですね、うん、だからこっちでいいとこまで来た段階で外すっていうやつ。あ、基本はね、うん、そんな感じです。ああ、ありがとうございました。これ一つのやり方です。ありがとうございました。どうぞ。